笛の調子がおかしい。なるね、やっぱりおかしいね。ワイド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 、はい、なんで誰とか、いや違いますよ、ホワイティさんの子供の学園祭があって笛の調子がおかしいんですよ。はや、だだだかしてみた、あ、うん、だ吹いてみようやど。あ、よし、あや、あ、わかった、どうぞ、どっきとくよ、せーの、どーれー。なに今の、みんなと、ね、ハゲちゃべん、替えのパンツ。プリムーンラジオ、ドログバ、お、はい、言いたかったシリーズ、はい、口に出して言いたいサッカー選手、ドログバでお送りしました。はい、1月9日フリムンラジオ始まりました。僕個人的に明けましておめでとうございます、イケペアです。明けおめえ、イケペア、おめでとうございます。おめでとう。どういたしまして。治ったのかい。はい、うん、よかったよ。はい、今夜もよろしくお願いします。ホワイティニセラです。よいしょ、ありがとうございます。そしてこんばんは、ナルトラです。よいしょ、ナルトラ、お願いします。ナルさん。はい、ミキサーのエコザイルです。はい、お子さん、お願いします、はい、そして、見えているフリムメンバーよりもビジュアルでインパクトのある、うん、この方に、自己紹介お願いします。はい、皆様、こんばんは、読谷のロックスター直木屋と言います。よろしくお願いします。いやー、はい、2回目のゲスト出演、はい、ありがとうございます。 ありがとうございます。イエーイ、すごいビッグゲスト、割れてる割れてる、はい、新年一発目のスタジオゲストですね。ありがとうございます。さすがロックンローラーですよ、はい、僕らが自己紹介してるのを聞き取って、うん、メモ帳に書いてるというラジオネームまめ真面目なネタ帳だ、まるで囲みました。意外に真面目な、はい、でですね、うん、オープニング当番は年明けて、うん、僕一発目なんですけど、お願いします。先週の、毎年恒例の飲み会放送ツイキャスでご覧になられた方はご存知だと思いますが、私不在でした。はい、しかも2年連続2年連続でしただった、はい、うん、2年連続ずる休み。2年前はぎっくり腰そして、うん、今年は、うん、なんと30日間風邪をがっつり引きました正月休みはフルに初風邪で、あー、なるほどね。ちょっとね、まあまあいい方に考えればですよ、うん、仕事の時にならないでよかったなと。真面目、まあ真面目か、いい方に考えれば、いやいや真面目か、出てなんぼの建設業なんで。あ、なるほどね。そうですね休みイコールマイナスってことになるんですよね、ペイさんもね、はい、40過ぎたら大事にしないといろいろね、ね、うん、誰も大事にしてくれませんからそこもセルフでお願いしますよ、はい、まあまあ、セルフで、はい、そういうわけなんで、皆様、改めまして今年もイケペイ、みんなのイケペイ、ミンペイをよろしくお願いします。うぅー、ミンペイ、以上、今週のオープニング当番は私イケペイでした。はい、はい、素晴らしいですね、誰のものにもならないイケペイさあ、行きましょうか、今夜もね。なんかトゲかったな、うん、というわけで、オープニング後はお送りいただいたメッセージというわけで、今年2回目、2回目ですね、はい、はいはい、今夜のメッセージは、はい、フリー、あれ、そうですね、今日ゲストにちなんで、あなたのセックス BGM はじゃないですかあれ、ちょっとなんかそんな番組やめなさい、やめなさい、なぜゲストになぜゲストにちなんでなの。ゲストさんの、うん、あのパーソナリティやられている番組での、はい、名物コーナーのセックス BGM っていうのがありました。ああ、なるほど。あなたはその時何聞いてますかっていう。あその時ですね、はい、盛り上がりますよ、はい、そうです、うん、池辺さん X でしたはい、激しいですね、かつても、かつてもですよ、ヤング池辺時代ですよちなみに直樹さんはカジャデ風だと。え超低俗なんかすっごい丁寧な前戯思想じゃないですかスローですね、ほんとゆっくりみたいな、は
いやいや違います違います、鍵屋で風じゃないですよ。鍵屋で風、あ、なるほど。ゆっくりしないと、うん、ゆっくりしないとあれだからっていう違う曲ですけど、はいはい、申し遅れました。フリムーンラジオは、はいはい、教養番組となっております。そうです、はい、そうです、水曜日夜9時はね、皆さん勉強しましょう。さあさあ行きましょうか。というわけで、16分頃からは灰原姉さんの歌辞典コーナー今年初やります、はい、そして40分頃から名古屋支部からの生中継となっています。メールアドレスは moon@fmginowan.com moon@fmginowan.com、この番組はユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あとツイッターも連動しているので、たくさんのツイートも待ってます。この番組は中川名木創業67年中村製菓、民謡居酒屋やってもおれ、 R サプライ、トリプル8、名古屋ライブハウスコタン、フリムーンファミリーの提供でお送りします。じゃあペイさん、いっちゃいますか。はい、9月18日より動画配信が変更になりました。 Ustream での配信が終了し、 YouTube ライブからのストリーミング配信となります。あれ、ナルさん、はい、行きますか。行きますか。行きますか。さあ、はい、ラジオの前のみんな集まって。来た来た来た。さあ行きますよ。せーの、ナイスティー。ねえ、棒に戻ってるね。すっかり。去年年末調子良かったんですけど、ね。戻ってるし、たどたどしいし。年を越したら。年を越したら。あら。コーラゼロさん。うん。やや棒って。ややなんだ。やや棒。それは前の彼女にも言われました。うん。ちょっと棒に戻りつつあるね。そうですね。棒に戻りつつ、戻りつつ原点に原点に戻ってきた池辺さんがね。はい、じゃあ一旦 CM で。はい。はい。CM に行きましょう。もみの声が聞きたくて FM797 聞いてます。ハゲは映らないよ大丈夫、皆さん優しく聞いてください。フリムーンラジオ、早速ですが、はい、ツイキャスの反応をちょいとしと言います、はい、まずですね、はい、大塚健二さんっていう方がいまして、健二さん、あの面白迷惑おじさんなんですけど早速、あ、直樹さんだって反応してますね、はい、それと、ありがとうございますですね、それと、なんと初めましての方も、はい、ジェット、かっこ田舎娘さん、はい、初めまして、初めて聞きます、オープニング面白いですね、沖縄感が半端ないまあ、パーソナリティ半分ナイチャーなんですけど、そうですね4人中2人そうですね、15番目の男さん、うん、皆さん新年明けましておめでとうございます、うん、今年もよろしくお願いします、うん、With ナオキアスペシャル、おお、スペシャル、もう、ま、いつもありがとうございますの方から新規さんから、うん、すごいですね、これはもう確実に、うん、イケペ効果ですね。あ、違う違う、直樹さんじゃないの、これ直樹さん、直樹さんでしょ、今日のゲスト直樹さんですみたいな、読谷のスーパースター効果ですよ、これはもう本当にありがたいですねで、うん、あとはもう棒いじりなんでもう無視しますで、ね、では、ま、そういえばせっかくなんで直樹さんの今年の
展望から聞きますか。展望、彼女を作りたいとか言ってましたよね。そうですね、ほんと、もう全然彼女がいないんで。もうどれぐらい一人直樹屋なんですか。もう5年、5年です。5年っすか、はい、ガチじゃないですか。もうこれ色もピンクに戻ってるんじゃないですか。どういうこと、どこなんですか。それはおのおの受け止めてくれる。バージンになります。だんだん一つ上の男みたいに戻るったり、うん、シャツを上げないところ。いや本当にね、なんかいい感じでなんかね、なればいいなと思ってます。その女性関係もで、あと音楽もね、まだ全然食えないんで、でもね、食えるレベルっていうのは長所もないと思ってて、すみません、ごめんなさいね。食えるレベルを目指すっていうのは目指すのがしょうもないと思ってて、すみませんね、言葉。そこを目標にはしてるんではない。もっとね、もっとね、だって僕今すごくね、関わってる人が多いんですよ。でその人たちになんかいい思いをさせたいと、要はこの前レコ発があったんですよ。喋っていいですか、どんどん。大丈夫です。12月30日にレコ発があって、で131人の方が来てくれました。ありがとうございます、皆さん来てくれた方で、スタッフがね約30名近く。おなので、要はもうほぼほぼ手弁当でやってくれてるんですよ。なのでね、みんなにね、なんかね、恩返しがしたい。恩返しって、まあ、できる範囲ではないんですよ、僕が食えてないので。だからね、なんかもっと頑張って、今回バンドもできたんで、直樹屋バンドっていう。今まで僕は一人で打ち込みっていうカラオケミュージシャンだったんですよ。今回バンドもやってみたので、みんながなんだろう、みんなにね、なんかいつかというか、恩返しというか、いい思いをさせたいなとずっと思ってます。今年はそう思ってますね、はい、1月はそう思ってます、はい、いや、ここちょっと真面目なんで全部カットでお願いします。あれ、すみません、あれ、ごめん、生放送なんで厳しいな。イキペでした、でした。あれ、これ日本撮りじゃないですか。今日ちなみに真面目なこと言ってしまった。いやいや、いいんですよ、いいんですよ。もっとざっくばらんで。いやいやいや、いいんですよ。あれ、やりまくりたいですね、女性と。ちなみにどういう女性タイプで、芸能人で言えば森さん中で言えば誰ですか。すごい限定。まあ、暗闇だったら全然。またゲスなことを言いましたね、今ね。枕言葉がこれ聞こえましたね。あの、カットできません。お酒飲めないんですけど、お酒入れば全然。暗闇ってイケペと一緒やし、考えてる。いや、僕はむしろ高校と照りつけてた方がいいですね。ガンミですよ、ガンミ。何の話。いや、まあ、さすが。減るもんじゃないだろうって言ったくだけはありますね。言ったの。言ったの。よう知ってますね。すごいね。まあ、あれですよ。だってあれ、漫画だけの世界だと思ってましたからね。本当に言う人いるんだって。減るもんじゃないしってやつですか。衝撃受けましたよ。すごいな。CD でそういうくだりがあるんですよ。ありますね。CD の曲で減る、こっち来いよっていうくだりがありまして。そのおかげさまでね、フリムーンメンバーの、よく多い星一つ。あ。グループなんですけどね、直樹屋さんも。ああ、そうなんですか。自分も去年知りました。僕ら、フリムメンバー、バツ三、バツ一、バツ一なんです。おお。だからバツ一って言葉ちょっと悪いじゃないですか。嫌いなんで、はい、星一つ。あ、僕ね、いいこと言っていいですか。あ、じゃあダメです。じゃあやめときます。じゃあやめときます。フリムーンは直樹屋さんのイメージアップは確実に止めます。あ、そうです。どうぞ。はい、どうぞ。いいこと言っていいですか？罰がつくほど人は丸くなっていくっていう。僕そういう歌詞があるんですよ、曲に。なんで聞こえてない。罰がつくほど人は丸くなっていくんだよっていう歌詞があるんですよ、曲に。だからつけばつくほど丸くなっていくんじゃないか、角が取れてなんかっていう思ってますけど。どうですか、星3つのエコザイルさん。たくさんついてる。いきなりフォロー。罰がつけばつくほど人は丸くなるそうですよ。ちょっとね。自分ではちょっとの。自分ではちょっとよ。先月までカウント間違えてたからね、この格言。当てはまりません。証明してくれました。少なくともここでは。ミキさんのエコさんが。このメンバーではちょっと無理かなって感じね。そうですね。残念なお知らせでした。はい。はい。テーマいきますか？投稿いきますか？今日フリーですね。フリーというわけで、来てます。はい、チラ。チラ。ガラスの青年です。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
いや超楽しみな酒飲み飲みが土曜日にあるんですが緊張もしてるんですよねって。3杯ぐらい飲んで参加するから点々迷ってますがどうしたらいいっすかね、教えて。ちょんまげドリゲスかっこ滑りなわけでユーストリーム見ながらグビグビグビールしますクーってカビラジエ。どういう集まりなのかがはっきりしてないので、うん、そうですよね。ただ、ガラスの青年とは何度か、うん、飲んでいることがある僕からアドバイスをするとすれば、はい、はい、飲まんでいけなぜ。もうあの文章でも投稿内容でもツイキャス参加してくれてても分かると思うんですけど、はい、日本語が不自由なんですよもうリアルでも何言ってるかっていうのが多々あるので、もしこの集まり緊張しているというこの集まりが婚活パーティーとか、うんうんうん、もしそういう類のものであれば、うん、せっかく加護はいいんだから、うん、あの壊滅的な日本語が足引っ張り上げますよ、ね、わかります。よし当日は飲まん陽明酒オンリーはい解決。ポカポカしちゃうね、はい、で加藤隊長でした、うん、あと一つ残念に、はい、ユーストリームじゃないのよね青年これ確か僕一回同じことをやってた時一回言いましたよ、ね、YouTube よ YouTube ライブ、ね、ユーストリームつけても真っ暗です、うん、はい、はいね、お気をつけください。本当に残念っす。もうでも、はい、飲んでるからもしこれはしょうがないんじゃないでしょうか。はい、うん、じゃあかなでじゃあ次行っちゃっていいですか。はい、はい、いいですよ。埼玉のはちみつ一家です。はい、はい、ありがとうございます。フリムーンの皆様、はい、リスナーの皆様、はい、新年明けましておめでとうございます。はい、iPhone から送信これだけこれだけ本当これだけ。はちみつさん、はい、今年もよろしくです。お願いしますびっくりしちゃった。はい、ね、来てる来てる、明けましておめでとうございます。来てる、はい、はい、皆さんこんばんは。はい、山梨県ラジオネームひかるです。 ありがとうございます。あのツイキャスからも来てくれてますね。そうですね、うん、遅くなりましたが明けましておめでとうございます。久々にメールします。皆さんお元気ですか。今年は投稿を頑張りたいと思います。皆さんはいいお正月でしたか。今年も皆さんと楽しく交流していきたいので、ゆたしくうにげーさびら。あと今日直木屋がゲストということで、直木屋元気、はい、私もリスナーだよ、今日楽しみだよ、元気です。ではまたメールしますって。 あれ知ってるんですか。あ、ヒカル君知ってます。ヒカルさん、はい、山梨の、はい、ありがとうございます。はいはいはい、今日あのツイキャスでも参加してくれてるので、うん、はいはい、絡んでやってくださいコーラゼロさんも知ってます。僕あの東京でお世話になりました。でさっきからの絡んでいる変なケンちゃんっておじさんが、うん、あ、ケンちゃん、あのケンちゃん、ああ、はいはいはい、これがあれですね、あの例の大塚さん、おハゲ親父、はい、で、え、迷惑って書いてあるけど、はい、うん、半分迷惑です。いやで、なのでどんどんツイキャス、うん、コメントしてください、はい、早く元のアカウントが凍結解除されてください。もう本当にだからこんなになってるの。一瞬わかんないんですよ、本当に。あの、ひよこの足みたいです。機種変えた際に、なんかアカウントが凍結されたと、うん、なんだったよね、あれかなで入ってるからって。うん、だから今ケンちゃんなんだね。そう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 、そうですね、いつもフルネームの、はい、大塚健二で、ね、カタカナでやってたら、それなんか機種変した際に、なんか凍結されて入れなくなったと、アカウントに。なるほどね、日頃の行いが良すぎて、はい、はいはいはい、そういうこともあるのね。あるね。まだ、あとどうしましょう、ちょっと追加するといいですか。いいよ。もう一人今日はあの、はい、初めて聞いていて、はい、人いるみたいで、はい、野郎ハイホーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、この前あのね、ペー会が、うん、はい、あの池辺さん今ちょっと呼びに行ってますけど、うん、あれだろ、うん、池辺をいじり倒す会だろ、ね、そうですね、うん、いろいろね、あそこでいろいろとフルネームで呼んでいじり倒す会、うんうん、了解、うん、はい、それはまたね、あの本人の口からあるのかどうか分かりませんけれども、うんうん、はい、はい、あのそれにも来ていただいててたんで、すごい盛り上がりましたんで、うん、あ、僕も行ってたんですよ、はい、はいはいはい、はい、その方来ていただいてます、ありがとうございます。すごいね、はい、なるほど。じゃあ呼びに行ったということはそろそろ来るのかな、うん、来るかも。じゃあ CM 行きますか。行きますか。はい、はい、では CM です、はい。
はい、明けましておめでとうございます。ハイバル姉さんです。姉さん明けおめでとうございます。ことよろ。先週はごめんなさいね。どうしたの姉さん、どこ行ってたの。あのね、うん、説教しに行ってた。ええ、なんで嘘つくの。レーダー照射したでしょってこうやってた。なかなかの社会派。あなたなんか嘘つ下手くそなんだからさ、もう謝んなさいよ。そこ言ってたの。何、謝ったら負けだと思ってんの。バカじゃないって言った。あ、さすがだわ姉さん、うん、サムニだって言われたわ。さすがですね。はい、世相を切ったところで、はい、今日も来てんのシロクちゃん。あれ来てる。ちょっと待って。んナオキアちゃん久しぶりね。 お久しぶりです。どうも。2回目だわよね。どうも。ナルトラは初めてだったかしら。あ、僕は初めてだったと思います。あ、そっか、じゃあ分かんないか、はい、あのね、はい、ナオキアちゃんのデビューは、はい、うちの店なの。え、デビュー。そうよ。はい、そうです。ね、うちのハイバルにある、はい、オカマバーグレーゾーンにね、うん、いきなりさ、フォークギター一本で、うん、歌どうですかっつって。ああ、そっち。あ、いいわよ、いいわよ、歌ってみなさいなって、はい、うん、そしたらね、うん、営業時間、うん、最後まで、うん、山崎箱の恨みますしか歌わなかったの。ポンポンってね。あの時からロックスターとしての片鱗があったわよね、うん、懐かしいわ。いや、ほんと、うん、歌いましたね。歌ってないよ。あら、ノリツッコミもできるようになったんだね。あ、その時はまだ汗かくわ、汗。姉さんのおかげね、これのもね。私、あの時からね、伸びる男だと思ってたんだ。あ、なるほど。え、川じゃないわよ。川じゃなくて。いや、姉さんが育てたんだよね。そうよ。なきゃね。まあ、5年間もご無沙汰だから、川も伸びてるかしんないけど。あらあらあら。じゃあ、行っちゃおうかしら、姉さん。うん、空気変えて。うん、あの、1月2日から、来てるんだけど、はいはい、ごめんなさいね、お待たせして、ね、フリムーンオールスターズの皆さん、こんばんは。は、四国徳島のバーモントです。あら、いつもありがとうね。ありがとうございます。ハイバル姉さん、今年もいろいろ教えてください。というわけで、今夜教えていただきたいのはサザンオールスターズの勝手にシンドバッドです。よろしくお願いします。はい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 、うん、あのね、うん、元祖ダジャレ曲よね。お、だってあれ、ピンクレディの渚のシンドバッドの、うん、ダジャレよ。おー、勝手には。あ、これ、ま、本当のことよ。うん、勝手にの部分は勝手にじゃない。あれ、だから、なぎさのシンドバッドのダジャレを勝手にしたから、うん、勝手にシンドバッド。おー、あれ、あれらしいですよ。言っていいですか。お願いします。いいです。あの、勝手に仕上がれっていうジュリーの歌と、あ、ね、あれとあれをくっつけたんだ。くっつけたっていう噂ですけど、うん、自分も そっち説聞いてる。正解。あれ、簡単に言ったな。よかった、うん、やっぱママのね、姉さんのフォローができるのね、やっぱ。ナオキアちゃんさんね。でも、あの歌出た時衝撃だったよね。字幕なんかいと意味わかんなかったよね、あれね。あ、なるほど。ベスト10で初めて見たと。あら、私いくつかしら。あれ。じゃあ、姉さん次行くわね。いいわよ。はい、ラジオネーム進撃のめいちゃん。ハイバルお姉さまとのんべえの皆さま、明けましておめでとうございます。今年も本年もよろしくお願いします。おめでとう。今年最初の歌辞典、先週だったからね、これお願いします。歌手名が藤波辰巳、曲名マッチョドラゴン。ああ、はいはいはい、あった、ある。出落ちソングですよ。ただ、うん、何が素晴らしいかって、あの曲、うんうん、本人は、うん、真面目に歌ってるからね。真面目にやってるの。出落ちって狙ってないからこその出落ちなのよ。真面目にやってた、うん、そうです ね本人は。そうです。でもあれらしいわよ、うん、結婚式の入場曲で引く手あまたらしいわよ、マッチョドラゴン、うん、知らないけど。あ、稲妻がね、いろいろやっちゃうから、はい、あら、稲妻、うん、うん、投稿の合間にちょっとツイキャスから拾っていいかしら。あ、お願いします。世田谷のコーラゼロさんが姉さんの歌の大辞典に送ってきたお題、うん、直木屋さんの、うん、イエスノー枕。来たわね。これを私が紐解けばいいんでしょ。やっちゃって、じゃあ言います。はい、直木屋さんのイエスノー枕、うん、かわいそうに本人持ってても意味ないのよ。もうあるんだ。かわいそうよね。持ってます、持ってます。一つしかないですけど持ってます。え、うん、だってイエスもノーも言う人いないんだよ。飛んだピエロよ。ピエロスターよ。あらららら、ら、世の中うまくいかないことばっかりだわ。本当ですね。本当、もっと頑張ろう。ね、まあまあ今年ね、うん、森三中の黒沢にの彼女見つける手も頑張ってるかな、ちゃんも。なるほどね。答えが出た。初
じ来てるわ、来てるわ。何来てんの、埼玉のはちみつ一家です。ハイバル姉さん、本年もよろしくお願いします。どういたしまして。北島三郎さんの予作をお願いします。特に予作の名前の由来を教えてください。はいはいはい、うん、あのね、うん、予作さんのお父さんは演芸家なの、うん、お演芸なんですか。演芸家、もう演芸、うん、それはもう毎日丹精にね、水をあげて、はい、台風が来たら鉢を家に入れて、うん、努力が実った時に、うん、よう作何これよう作な、何あら、私にもこれ押すわけ容赦ないわよ。あらあら、2019年容赦ないよ姉さん。白子ちゃんちょっと手厳しいわね。姉さんどうしたのよ。イノシシが当たり前じゃない。はい、まあまあまあ、いやまあ本当のこと言うと、うん、全国に木こりという職業を、うん、広めるのに貢献した歌です。あーなるほど、そうなんだ。本当みたい。あらあら、直樹やっちゃん私本当しか言わないわよすごいね、なんかここはへーって思っちゃうまあ今思いついたんだけどね言わない言わない姉さん、そこはしっ、ね、まあ皆さんトリビアとして使っていいわこれ、うん、はい、じゃあ来てるわ、こんばんは、フリームーンメンバーの皆さん、ゲストの直樹屋さん、リスナーの皆さん、兵庫のみーさんです。ハイバル姉さん、私が大好きで元気もらえる曲なんですが、これなんて読むんだっけ、なりそこ、なりそこゆうこさんのダイナミック琉球をお願いします。ああ、はい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 、これはね、解説っていうか、うん、この歌に関して私疑問があるんだけど、うん、ごめん、これは紐解かない。あのね、私が疑問を投げかける。お、なんで甲子園の応援歌に使われたの。あ、あ、そっか、沖縄の、甲子園の応援歌ですか。違うわよ、違うね、別、全国の、あ、全国なんですか。そう、へえ、そうなんだ。アルプススタンドで応援の野球部員がメガホン持って、うん、歌うのよ、うん、何校も、ハイサイおじさんじゃないんだ今。違うのよ。へえ、いや、あれはハイサイおじさんとかブラスバンドでしょ、うん、近くて、あの、あ、歌ってんの本当に、うん、あ、なんかね、沖縄県民からするとちょ嬉しい反面ちょっとうってなるのよ、うん、これなんかの YouTube でとある学生さんが独唱したらしくって、うんうんうん、そっからどんどん広がっていったっていう感じ、そうなんですね、うん、直樹ちゃん、はい、チャンス転がってるじゃない。あれYouTube 一本で ね、うん、これでさ、来年の今年か、うん、甲子園でさ、うん、アルプススタンドから爽やかな野球少年が、うん、直樹ちゃんの、うん、イエスノーマクラ出た、イエスノーマクラ、こっち来いよってねヘルモンじゃないし、すごいわ、童貞です、童貞もいますよそれはいや、そういう方が多いんじゃない、高校生だから白球をね、うん、白球をね追いかける。いや、意外といないかもね、うん、今の子は。あ、そう、わかんないです。あ、そうとか言ってどうしたの、過去に野球部と何かあったの。ないです、ないないです、ないです、はい、うん、彼女を寝取られたとかなかった。大丈夫。ないです、ないです、はい、よかった。じゃあ今年の甲子園皆様楽しみにしててね。あ、来てるわ、進撃のメイちゃん、ハイバルお姉様、先週はどこをさまよっていたのでしょうか。では今週の歌辞典、これをお願いします。歌手名、中森明菜。あら、いいよね。曲名、デザイア。あら、いいよね。あ、なんかね、まともな。そうそう、今年は進撃してるわね、とりあえず成功してるわね、うん、じゃあ行きます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございましたなんすかこの歌い終わった後の明菜様。あ、なるほど、明菜、ね、様のインタビューの時ね、それね、聞こえないやつね。デザイア歌いました吐息のようなね、うん、これに関しては紐とかね、モノマネだけいやでも姉さんすごいモノマネを、うん、ね、だって中森明菜さん私大好きだもの、ベストアルバム持ってるわよ。いや、カラオケのお箱はアイブよそんな歌あるんですね。あるある。へぇ、すげぇ、うまいのよ、しかも。え、92点出したことあるアイブでなかなか歌ってるんだね姉さん、姉さん、姉さん、だいぶ姉さん、年齢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 、ん、ん、年、年が、ちょっと待って、今こっち喋ってるから
もう LINE してちょうだい。あ、LINE なんだそこは。ヨナバルのスナックではね、夜の蝶に大評判だったわ。姉さんちょっとツイキャスからいいかしら。はい、ソラシドおばさん、TRF の寒い夜だからお願いしますって来てるわ。わかった。シロコちゃんもう一度タイトル言って。 TRF の寒い夜だから。だから何え、何姉さんそうするのね。何察してちゃんなの言葉ちゃんと伝えよ伝わんないよはい。ちなみに姉さんどう伝えちゃうの。え、抱いてよもう。おーさすが、姉さんさすがです。おー、はい、そういった意味なんですね、うん、なるほど。あのね、察して女はダメよね、ちゃんと言わないと。やっぱ言わないとダメなんですね、直接ね、うんうん、イケペンも言ってた。え、好きなら好きってちょっと言ってちょうだいと、誰も言わないよって言ってだから毎日晩一人晩酌だよって言ってた言わないとって言ってたはい姉さん元気かな、うん、どっかで泣いてないかな、うん、ペなどうしたのかしら。私が今イケペイジったのなんか、私がちょっと今胸がキュンってなったわ泣いてないかな。もう今日帰ろうかしらじゃあ最後にいつもの行くわよ、うん、あ、お願いします。エコちゃん、エコ行くかしら。行くわよ。直樹ちゃんに質問です。はい、はいはい、なんすか。2番目に好きなタイはなーに。2番目ですか。2番目ですね。2番目、なおきよちゃん、これラジオわかる、ラジオわかる。バックです、はい無難に逃げやがっていや、でも一瞬真剣に考えてたよ本気で考えてたんだろうなって思うよはい、あれ私の癖になり、毎週水曜夜9時のフリムンラジオに夢中です。フリムンラジオ。直樹さん、影響、はい、影響が出てます、ツイキャスに。いやー、はい、あの岩国の海優さんがね、背面剤って来てますね本当リアルでしょうか。本当にリアルですよ。どうしたんでしょうか。なんかもう汗かきます、ね。この後ここいろんなタイが送られてくるんじゃないかと。ちょっとドキドキしてます。ちょっとうん、ね、教養番組と。そうですね。毛色が変わってきますから。まあまあまあ、タイだけの話ですから。え、なんですか、僕が雲の宿題済ませてる間にそんな下水話したんですか。そうなのよ。そうなのよ。雲の宿題。そうなのよ。ちなみに英語で言うとドギースタイルですけどね。そうなんだ、はい、出た、出たドギースタイルなんだ。ドギースタイル勉強になるわ、うん、ね、今日4番組でしょですね。いやどうしたらいいんだろう、まあ、本当に英語の意味もこれで一つ覚えました、うん、はい、じゃあちょっとメールいっちゃっていいですか。はい、はい、みんなちゃんこんばんは。わ、こんばんは。鶴ヶ島カーズニーじゃんじゃんね、変えてきたな。今年もよろしくお願いしますね。今年の目標とか抱負とか全然考えてませんって今年は行き当たりばったりでのんびりしたいな。けど僕の性格がそうさせてくれないです。過去ら今年のやりたいことは今日のモーニングエイトで公表したので必ず実行させます。いつになるかな。以上です。ブリブリブチューって。投稿の中でちょっと今疑問があったんですけど聞いていいですか。はい、はいはい。モーニングエイトって何ですか。は？帯番組ですね。FM ギノワンの朝8時から9時26分までの帯番組ですね。いろんな方がね、うん、いろんな人が出てますね。マーヨーとかミーノとかわからんな。マーヨーって言っちゃってるよ。たまに出てるよな、ツイキャスでな。うん、その時は、うん、あ、雨で仕事休みなっちゃえんと思ってください。わかりやすいね。その時は3曲同時聴きしてますすごいな、すげえななるほど、ね、はいはい。さあ、メールと、はい、ねそらしどおばさん、うん、さっきの返
あの隊員のあれかな、うんうん、よくわかんないって。ああ、うん、何を背面剤。いやいや、僕が事前に得た情報によるとストラシドは、うんうん、最初から最後までずっとドギースタイルだそうですよ、うん、おお、だから旦那さんをハゲにって、うん、どういうこと。え、何ってドギースタイルだとハゲるの。いやいやいや、そういう意味じゃないんですけど、お魚だなっていう。あ、なるほどね、はい、うん、なるほどね、はいはいはい。じゃあ、フリムーンメンバーの今年の抱負ってありますか、うん、エコさんはありますか。これ、1月2日に行ったよ。ごめんね、イケペだけ言ってないな。イケペいいからだ。イケペ今年の抱負言ってよ、みんな待ってるよ。ずる休みしてるからな、わからない、聞いてないからな、わからないんだ。はい、僕ありますよ、はい、お願いします。ノーケガ、はい、今年はもう流血しない、うん、あアイスピックで刺したりとか、うん、あ病気もね、で、うん、後頭部から受け身なしで転んで、うん、大流血したと、うん、すごかったんですよ。朝起きたら顔真っ赤でカピカピなって枕元血だまりですよ、うん、はいはいはい、ピチャピチャってやるぐらい。あの野郎ハイホーさんから心配されてる、うん、イケペさん、うん、目が出てるよ。本当だ。その時のまさか、おい、いくらなんでも出てる、出てる。え、目が 3D ってある。まあそういうヤロハイも目出てるんです、うん、そうなの。そうですね、同じメーデー族なんです。そんな族あるんですね。はい、ありますね。メーデー族って何ですか。あとはね、福岡支部ではね、博多大吉というか。あ ー, あー、確かに確かに、ね、料理界ではシュートミトクです。ああ、確かに確かに。で、もう消えてなくなった枠ではルー大芝ですね。消えてない、まだいる、まだまだいる、まだいる、まだ活動してる、まいる、うん、すいません、はい、いいですか、はい、僕 CD 持ってきたんですけど、ちょっと宣伝させてください。どうぞ。すいません、本当に。何というタイミングですか、今の。永遠ところまも俺来て座ってるだけかなと思って。なんか確かに、確かにこの5分、10分ね。座って言ったことで好きな単位だけだから。みんな思い出す。本当に俺何しに来たんだろうと思って。うん、どうぞ。すいません、いいですか。はい、これですね、12月30日に、直木やエヌトピアっていう、アルバムが出ました。これですね、11曲プラス1落語、あ、11落語、はい、自分で落語作っております。で、今回、カレンダーもついてますので、こういう風にカレンダー付きの、CD アルバムとなっております。で、音源がですね、 YouTube に全部アップされてて、 あれびっくりしましたね。要はもうこれどうせね、 CD 作っても誰も買わないんですよ。だから今回はカレンダーとして買ってくださいっていう位置づけで、なるほど、こういう風にシステムしてますので、で、そのね、今日からベースで販売しておりますので、ベースという僕の、サイトがありますので、ぜひ皆様、3000で売っております。よろしくお願いします。ナオキア、エルトピアプラス2019カレンダーです。よろしくお願いします。これ、はい、どちらに顔つき申し込めばいいですか。ですね、今一応僕がテオリーで持ってる分と、 あとベースっていうサイトを作ったんですよ、オンラインショップ、はいはい、だからそこで、内地の方とかはやり取りしてもらおうかなと。なるほど。っていう感じでやってます、はいはい、ぜひよろしくお願いします。わかりました。ちなみにちょっと、うん、はい、このアルバムの名の、タイトル曲、はい、ちょっと言っていいですか、はい、まず初っ端です、はい、波の上マゾヒステック。これまさにもう波の上の、そのな、ちょっと切り取った話ですよ。波の上のお店の話です。シーナリンゴをオマージュした。そうそうそう、はい、さすが、さすが、丸の内サディスティックのアンサーソング、うん、なんか出てますね、はい、あ、なんで言えばいいじゃないですか、気づいて。なんで毎回人に言わそう、パーカー。はい、お時間になりました。すいません、直樹屋さんから呼んでもらおうよ。はい、はい、じゃあ、名古屋の皆さんでいいですか。名古屋の皆さん、はい、どうぞ。こんにちは。こんばんは。あ、こんばんは。あ、こんばんはだ。はい、お久しぶりです。どうも。チンが来ちゃった。時差がご無沙汰しております。ご無沙汰しております。ダンサーでございます。ダンサーさん、お久しぶりです。お久しぶりです。みそさん、先生どうもありがとうございました。ありがとうございます。いえいえ、僕の自宅まで来てもらって、汚い部屋、工場でね、延々と30分ぐらいおしゃべり
しましたけど、そうですね、この近所じゃないかなと思って探して写真を写してそれを送ったら正解だったっていうそれなんかねダンさん、それならば直樹屋さん家の住所今言ってください。公表して〇〇〇〇の分かりますけど言ってもね楽しくないかもしれない。だってライブで暗証番号は言ってるんですよ。ねえ、口座番号も言ってますし。暗証番号じゃない、口座番号だ。口座番号だ。暗証番号言ったらダメだよ。本当にダメだよ。それを直樹さんに質問なんですけど、はい、その稲妻マークですけど、はい、どうして顔に書くようになったんですか。ですね、要は僕インパクトがないんで顔に。いや、十分ありますよ。あるか要は、かっこよくないんでどうにか目立とうと思って12、3年前に始めました。そっからそんな前から、うん、そっからやってますね。もう10年前のテレビ、一回テレビ出たんですけど、その時はもうやってたんで、はい、多分12、3年前からやってます、はい、うん、実はですね、はい、実はですね、はい、フリムラジオのスポンサーさんでもあります、ライブハウスコタンさん、あ、はいはいはい、うん、はい、のアキさんなんですけども、はいはい、アキさんが直樹さんに会う前はなんて言ってたかというと、はい、この人攻撃的な人って言ってきましたから。ロックだなぁ。もう実態を知ってるからもうめちゃめちゃ笑っちゃいました。いやでもね、最初言われましたよ、アキさんに。あんたなんかイメージと違うねみたいな、名古屋の訛りでね、名古屋の訛りで。なんで今2回言ったんですか。独特な訛りがあるんですよ、アキさん、ね、ですよね。いや、横にいます、もしかして。横にはいないですけど、名古屋弁はね、アキさんも名古屋弁すごく出ますね。そしてですね、はい、この方も名古屋弁がめちゃめちゃ出てきますよ。はい、直樹屋さん、こんばんは。名古屋から喋っとるでよ。ベラベッピン。お久しぶりです、本当に。この前ぶりです。いやー、そりゃそうでしょうね。僕、いやー、ありがとうございました。おかげさまで、直樹屋さんの CD がお家にあります。いやー、お買い上げありがとうございます、本当にもう。まだ50枚しか売れてないんで、頑張ります。50枚も売れてんのかな、わかんないけど。直樹屋さん、はい、質問があるんですけども、はい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 、カレンダーを飾ると、うん、はい、歌詞カードが見れないんです。確かに。どうしたらいいんでしょうか。確かに。これはですね、確かにそうだ。2つあるんですよ。もう一部買うか、おー、通販で、もしくはコピーするか、でもしくは僕に言って3つ目は僕に言えば歌詞を送りますんで、メッセンジャーで。じゃあ3番でお願いします。決して1にはしないと。なんですけれども、そうです、うち我が家実はダンサーズの分と合わせて2つあるので、はい、よく考えたら、はい、1つは飾って1つは聞いて歌詞カード見ればいいってことに今気がつきました。素晴らしい。夫婦で2枚買ったってことですか。素晴らしいです。なるほど。もちろん我が家、あ、何言ってんですか、イケペイさん、一家に2冊に決まってるじゃないですか。とんだ変態夫婦ですね。残念ながらですね、まだね、飾ってないんですよ。ああ、正解だと思います。まだ9日ですから。18の旅立ちは飾ってます。そっち。あれ、あ、すいません、ダンサーズの見てない部屋に飾ってやったんだ。いや、でもね、ぜひ飾ってください。ね、まあちょっとそれ初めて聞いたんで、来年またな、なんだろう、改善しようかなと思います。別個にしてもいいのかなと思ってるんですけど。一緒にしなくてもいいのかなと思いました。そうですね、私からの要望はやっぱりCD を入れるケースください。あれね、あれ作ったらね、かさばるんですよ。まあ、はい。本音が、本音が出た。まあね、
ちょっと今年はこの初めて誰もやったことないと思うんですけど、カレンダーに CD つけるっていう、初めてやってみました。いろんな人のいろんな意見があってね、面白いです。面白いというか、まあ改善の余地があるなと思っておりますんで、いや また今年も CD 作る予定なんで、あのみそさん、あのダンサーズさん、よろしくお願いします。本当によろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。またぜひ、あのアルバムタイトルはエロトピアでよかったですか？いや違います。デラベッピンです。ナオキのエロエロス来年等身大ポスターつけますんで、僕のそうか、ナオキ屋さんの N。 そうです、そうです。 N まさに N トピア、ほら N トピアの。あ、本当だあのこっちに書いてあるんですよ、うん今気づいて。直木屋さんってくだらないこと考えさせた天才ですね。くだらない、ちゃんと考えてる。すごいすごい。アルバムコンセプトあるってはほら、エノトピアか、あの理想郷ですよ。一夫多妻の理想郷、はい、これ一夫多妻の理想郷です。僕がなんで2回言う聞こえてないかなと思って、聞こえてないかなと思って。直木屋さん繰り返す癖があるな。エロトピアなのに、あのゴモゴモしてバックって言ってるんですね。とんだエロトピアですよ。いやもうほんとね、ご無沙汰なんでね、5年間もご無沙汰なんで。あ、そっかそっかですね。まあでも彼女たち子供産みましたけどね、このタイトルの。このポスターがまたね、面白いですよ、ほんとに。ペテンエロトピアですね。はい、とんだピエロ野郎ですよ。なんだこれ、このゲストの。ゲストを呼吸の鼻になんかつけてるんですか？なんすかなんすか、はい。なんすか、だから鼻になんか稲妻つけて。あ、これ死体でしたっけ。これですか、これですか。あ、ピエロ。これがこれおお、ダンさんがナルトラに続いて辛口。いや、あれ、はい、話変えていいですか、すいません。また内地、ヒッチハイクライブツアー行くときよろしくお願いします。はい、またぜひよろしくお願いします、ね、というより、もっとですね、はい、もっとね、波乱万丈なね、ヒッチハイクになってほしかったです。そうなんですよね、僕もどっかで北の国の人に拉致られんかなと思ってたんですけど、公共交通機関も頼りやがって、あえてこのラジオで申し上げますけども、リスナーさん、直木屋に手を差し伸べないでください。いやいや全然面白くないです。いや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 、たどり着けないですから。また僕、ライブに着くのが目的なんでね。まあスイスイ、まあちょっとスイスイ行き過ぎたかな。3時間しか待ってないんで、最長は。いいじゃないですか。うん、ライブハウスで電話で出てもらうのもいいじゃないですか。まさにこのライブ、この番組も出れないかもしれなかったんで、ノブさんが来ないと。だ、ライブハウスにね。椅子に、はい、黒電話を置いて、それをでマイクを拾って歌うっていう。G 工事黒電話だよ、必ず黒電話。携帯じゃダメなんですか？ダメですということで、名古屋お時間となりました。はい、ありがとうございます。また直木屋さん、はい、名古屋でライブ楽しみにしてます。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。さんやらおエコだ。でもお気づきでした、はい、直木屋さんが、僕かっこよくないんでって言った時にダンさんが少しもうそんなことないですよと言いませんでしたね。よう、そんなとこ覚えてるの。俺忘れたいのに。言わなくていいのに。いや、直木屋さん、傷をえぐったような感じですよ。人間直視してからこそ前に進めるってもんですよ。そうですか。まあ、かっこいい。僕は毎日晩酌して寝落ちな生活なんですけど。寂しいですね。いや、ありがとうございます、本当に。ね、ダンサーズさん、僕、名古屋から前も出たんで、今年は逆に出たんでね、なんかちょっと新鮮ですね、うん、去年はここにで、ここのスタジオからそうか、そうですね、はい、あの時も間に合うかどうか分かんなかったんで、いろいろなんかバタバタして、うん、すごくなんか変な感じでしたね。そうですね、1回目のゲスト出演してくれた時は衝撃的でしたね。なんでナルトラは分からないと思うけど、やっぱロックスターだから、はい、持参したエレキギターで放送中いきなりぶん回して機材破壊ね、うん、びっくりしちゃった。王だ、うん、王だってや。あれ、トラウマを払拭するべく僕毎日晩酌ですからね、あれから。あれ以降そんなに酔わないと忘れられない。あれはすごかった。多分俺じゃないかも。違う、多分俺じゃない。え、じゃあ誰やですか？俺に俺の向き逆だったと思う。誰やってます。自分で僕
けといて俺にまたプロフだから。俺じゃないですよ、振ってないですよ。イケメンペインター系の自作自演唱の後は、うん、メールいきましょうか。はい、めいちゃんから。はい、フリムーンメンバーの皆さんとギャラリーの皆さん、お疲れ様ですということで、うん、イケメンさん、本当にすごいですよね。2年連続、うん、正月前に必ず何かがある、うんうん、逆持ってる、うん、ね。ちゃんと生還、本当に良かったです、うん。あ、忘れていた、あのゲストの読谷のスターもお疲れ様です。あ、ついでみたいな感じで。ついで、ついでだな、うん。まあまあ、先週に2019の話をしておいたので、風邪から生還したイケペイさんにこれを言っていただけたら嬉しいです。また何か。はい、できない場合はロックスターにお願いしようかなということで。はい、チャラく言ってくださいね。はい、はい、エコー聞かしまーす、はい。あー、これは直木屋さんですね。あ、ほんと。じゃあ早く準備できましたでしょうか。これを俺が言うんだ。はい、うん、じゃあ行きまーす。はい、君、元気ないねー。それ、それ、はい、大丈夫っす。これはダメだな。言ってましたよ。やばい、チャラくっていうか、ちょっとヤバくっていうんですよ。やっぱイケペイさん、イケペイさん、はい、言い直しでイケペイさんの聞きたいな、やっぱな。やっとこうよ。はい、ね、行きまーす、うん。はい、行きましょう。うん、はい、君かわいいね。おー、やっぱちょっと見てください、自分で鳥肌立ててうわー、すごい鳥肌。すごい鳥肌。何この、ほい、自分で言っといて、ゾワ待ってられる。自分で言っといて、腕毛が立ってる、ね、どこまでも一人上手ですね。腕毛が立ってる。さっきのあれ、なんだから、さっきのあれ、あのボーボー、うん、さっきのあれ、イケメンの鳥肌が収まんない、怖い。自分で言っちゃう。あー、今日も飲まなくちゃ。プチプチしてる。一人上手ってここに極まれりですね、ほんとね。はい、怖い怖い、プチプチしてる。最後一つメールまた来ていますね。はい、はいはい、あ、言っちゃっていいですか。はいよ。はい、フリムメンバーの皆さん、直木屋さん、今宵もお聞きの皆さん、こんばんむーん、こんばんむーん、そらしどばさんです。はい、今年の目標は落ち着きを覚えるです。無理無理です無理です。今もアイコスを吸いながらタバコを飲んでるんでしょうか。あ、ちゃうちゃう、何をしてんの。アイコスを飲みながらって言ってる。アイコス吸ってタバコを歌いながら、うん、ハゲチボルを叩いて遊んでた。噛んでたね。噛んでたり、たね、叩いたり、ふきふきしてた。ね、ふきふきもしてた。もうミセス挙動不審ですから、ソラシドは。ソラシドさんね。その前の日のね、あの時も面白かったですけど。ね、手動かさんと喋れないのかって。あ、そういう系の人なんだ。手動かす人なんだ。もう思わずガッて止めたくなる衝動に駆られてますけど、さすがに僕一つのには手は出さない、うん。はい、そうですね。チェーンということで、まあ、オチがついたところ、はい、はい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 。メールは以上です。以上です。じゃあもう残り時間わずかなんですけど、直木屋さん、もう一度、はい、はい、はい、言いたいことを。あ、はい、ですね、今年も、CD 発売しますので、うん、まあ、サードアルバムも発売してます。皆様ぜひこれよろしくお願いします。で、今年も4枚目を出しますので、皆様ぜひよろしくお願いします。ぜひ、その時は番組呼んでください。あー、もしくは名古屋からまた。こんな番組でよければいつでもご利用ください、うん、はい、ね、また名古屋から出たいな、うん、と思ってますよ。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ熱い発表の後に、来週のテーマを実は、直木屋さんにお願いしてるんですよ。はい、僕らも分かりません。すごい、お願いします。はい、ですね、考えました。はい、あなたのインフルエンザの予防法。おロックスター、ロックスター。はいはい、いや、こんなピエロ野郎だよ。いや、いいじゃないですか、別に。本当に事前のこうね、教養番組という情報が、なんか…こういうのモーニングエイトでやってくれんから。いや、本当に今流行ってるんですよ。気をつけてください、皆さん。沖縄流行ってますからね。そうですね。流行ってるんですよ。すごいからね、皆さん。気をつけてください。雷つけてふざけてるより見て、実は根が真面目なんですよ。ちなみに、本当、今日かな、インフルエンザ警報発令、沖縄県出してるんで。まさにそうですよ、まさに。はいはいはい。じゃあ来週は予防法ですね。はい、はい、ということで送っていただきます。爪痕残しやがって。何通来るかなって。はい、じゃあ2019年もフリムーンラジオよろしくお願いします。はい、イケペイでした。シロッコ。ナルトラでした。
エコザイルでした。直樹屋でした。はい、ありがとうございました。また来週でーす。来週のテーマも盛り上がること間違いなし。Yeah.